30年以上の歴史を持つパチンコパッツの攻略史がついに休刊、涙の最終号発売中。そして新サイトパチマガスロマガフリーがオープン、乞うご期待。シルパチライブ、はい、今回も始まりました。シルミです、よろしくお願いします。今回もですね、シルパチということで、あのお客さんと一緒にシルパチを楽しみつつ、シル島というふうに、ね、名付けた、あの私が選んだコーナーをですね、シル島と名付けまして、そちらの方でミッションを達成していくよという、そんな企画になっております。よろしくお願いします。さあ今回ですね、ホールさんはスーパーライブガーデン小山木沢店さんです。もうパチンコもパチスローも両方ですね、結構ラインナップ豊富で、どなた様でも楽しめるんじゃないでしょうか。そんなホールさんになっております。はい、シルミさん、はい、おはようございます。おはようございます。はい、ということで、はい、シルパチね、はい、前回覚えてますか？あー覚えてない忘れちゃったなすごい分かりやすい、ね、覚え出したけどね、はい、そうですね、シル島フレンズに助けられてのミッション達成ということで、そうですね、達成したんですけどもね、はい、どうでしたご自身？私は負けましたね。そうよね、何にもね貢献してない、前回ばっかりは。そうでしょ、うん、ということで今回新たなミッション考えてきましたよ、はい、なんですか、ちょっとあれ以上にね、結構10万発って難しいと思うんですよ。そうでしょ、はい、だからシルビーさんがテンション上がりやすい今回ミッションは、おなんと、なんですか、出たは20万発を目指してくださいもうなんかそんな気がしたんですよちょっとハードル上がってきてんだろうなっていう ね, いね思ったんですよ、まあ、とりあえず前回、はい、僕的に1時間でなんか5万発ぐらい出てたんで、そうですね、確かにちょっとね、20万発ぐらい設定しなきゃいけなかったなっていう反省も込み、そしてシルミーさん、ね、ちょうど良かったでしょ10万発。いやいやいや、それでゲンさんを選ばれてもちょっと今回、はい、ね、またすぐに達成みたいなこともありえそうで怖いんで、そう前回ねゲンさんで結構もう半分以上、うん、そう出玉を稼いだ感じだったんで、ポイントをね、そう8万発ぐらい出てたんです。あそうだ、そう結構出てたんだ。じゃ今回シルジマゲンさんは除外します、はい、あダメなの？ダメ。ただ代わりに、はい、シルジマの範囲、選ぶ範囲を倍にして OK です。あなるほどね、はい、シルジマが倍になって、はい、出玉も倍ってことは、そんなハードルめちゃくちゃ上がってるわけじゃないんですよね。あなるほどなるほど、はい、でもゲンさん選べないってなったら結構島もまだ、でもそっかいろいろありますもんね。ミドル機種だったら全然20万発、ね、こんだけの台数あったらいけるかもしれないな。なのでね、今回堂々とシルビーさんも活躍して、はい、読者プレゼントね、ミッション達成で獲得してほしいなと思いますんで。わかりました、はい、はい、今回はね勝ちたい、うん、切実もうプラスで帰りたい自分のお財布のためにも、はい、ミッションのね、読者プレゼントのためにも、そう、それ言って言って、買って帰りたい。なるほど、はい、はい、じゃあね、今回も皆さんと一緒に楽しみつつ、はい、これから実践いっていきたいと思います。さあ本日ですけど、あららとある人気あるな、ゲンさんがね、ちょっと前回結構出し、もうゲンさんのおかげでほとんどね達成できたみたいな感じだったんで、もう封印されちゃってますからね。ただ私まだね、はい、奥の手北斗無双がありますから20万発といっても北斗無双がね結構台数あるんで、そうです、ちょっといいですか取らせてもらって、うん、奥の方で、奥の方ですね、まだ現役ですよ、現役バリバリで朝から北斗無双人気コーナーになってますからね、はい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 、なんで、はい、ふたしま行っていいんですよね。そうです、もうここズドンにしましょう。あここズドン、はい、おルパンもあるし、はいはいはい、武装もあるし、エヴァガロいいんじゃないでしょうか。ここだったら20万発いくと思いますよ。なるほど、この島をシル島、こんなでしたっけ。あってますあってますあってます、シル島ここで、はい、お願いします。ありがとうございます。はい、そしてシルミさんの代はどうしましょう。そう私ね、どうしよっかな、うん、ゴルゴもね出たばっかのやつ面白そうだけど、まあでも私ガロにしよっかな。ちょ私はもう
U タイム付きのこのシンガロですね。1台目これでいこうと思います。結構寝台系もありつつで無双が何台あるんだろう、結構あるな。でこっちがねライトミドルもありつつでちょい古めのバラエティ、なんかミドルバラエティみたいな感じなのかな。さあ早速やっていきます。フィッシングガロですね。これね U タイム付きのガロなんですけど、ここですねランプがあるんですけど、ラウンドランプの1個上ですね、1個横っていうんですかね、のランプが上中下って上中下で3つあるんですけど、上中上中がついてるとリセットされてる可能性が高いっていう感じのパターンなん でこれはね背置きの可能性もあるよみたいなパターンですね。一番下だけがついてるタイプで、前代見て回ってみたんですけれども、この同じパターン、据え置きの可能性ありますよのランプパターンで全部置いといてくれてありました。そんなねもうめっちゃ言うタイムマジかみたいな台はなかったんで、なるほど、どれ選んでも一緒かなっていう感じで普通に、回りそうな台をね選ぶしかないかなっていう感じですね。朝一はねやっぱ酔い腰があるんで、はい、U タイム機は酔い腰狙っていくのも有効ですよね。いやそうよね、それはそうよ。お、交流緑ですね、枠緑。結構このスケッチのこれはね絵の内容が大事だったりしますよね。サンズ柄で連続2回目。また雨がほら宝箱の場合は中身が資産になってますね。あ、ガセガセ8点。これはね今日なんで一番強いやつだから負ける可能性が高い、危険度が高い。バイモスさすがになちょっと手強い。どうなのよっと、マジか困る、こんな当たり方すごいすごい、なんか家でテレビ見てる感想みたいなことしか言ってなかったどうせこんなの使われないと思ってなんか気抜いて喋ってましたけどいやいや、それはすいません、当たったな。気抜いちゃいけないっていうね、そういうことですね。はいや四図柄と、いやあ、そういや本当早いね、早いな、ちょっと回転数も見忘れた、9回転9回転姉さん、はい、何でしょう、早すぎて自分でその現実をなんか喜んで喜んで当たったよ当たったよ9回転マカスラガロパとね、さすがにまだ当てたことないんですよ。おなんかやっぱね、17回に1回か、そのそうですね、抜けの319を抽選してるのと別で突然時短っていう機能があって、はいはいはい、それがですね89分の1だったかな、それも同時にね抽選してますんで、で4回転全部合わせて17分の1。あー、当たりね、あり得る感じの確率だからね。いやー本当ですよね、全然引けそうな気はするんだけど1回も来てないんだよな。あーラーストまた勝つかな、準備完了ですね。さあこの4回転ですよ。はい、そうですよ、そう真のねお楽しみはここで引き戻したら、うん、まあ、次回までというかね、U タイム時短がもう U タイム突入目前までまるまるつきますよって感じで、一気にガロスラッシュへと
ここで行くとこ見たいわ。一応見どころとしては、まあ、ガロッパと閉まるかどうかってところ、扉の色金だと超激アツだったかな。いやー、いけ、来い、攻めてしまってほしい。これラスト、これラストかな。あの終わるときあっけないんですよ、ね、もう何のなんかはい終わりみたいなのないんですよ。急に左打ち、はい。早くない、展開早くないですか。なんか嵐だったね。嵐でしたね。いや、まあまあまあ、3ラウンド分の手玉をゲットして幸先良しということで、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、でもこうやって改めて見るとやっぱガロが似合うね。あ、似合う値ですか。まあ、そうですね。あ、できれば横に土手さんがいたらなお。それでも映えるけど、それなんかやれる気がしないんだよね。ガロでなんかしこたまやられる時のペアみたいな感じですよね。どうしてもね、やっぱそっちの方向にこう、なんだろう、行っちゃうんだよね。シルビー、ガロ、はい、あ、土手さんもついてくるの。あれ、そしたらなんか2人でいつも負けてるなみたいな。そう、ガロに全然勝てないの。やられっぱなしなんですよ、もう。歴史長いですもんね、こうガロにこうやられてきた歴史というか。そうね、うん、でもやられただけじゃなくても、ね、確かに羽宮監督ね、対談したっけ。アメミヤ監督ですか、うん、しました、しました。そうだよ、ね、取材させていただきましたね。そうだよね。そう、すごいよ。もう私の推しなんで、アメミヤ監督は推しです。推しなの。推しです。すごいね、監督推し。推しって言うとなんかアイドル推してるみたいになるから、なんかちょっと。あ、一緒です、一緒です。あ、一緒一緒です、一緒です。あ、そう。例えば、うん、推しいます、七之助さん。ちょっと監督の後の推しって言われたらなかなか出てこんわ。あの乃木坂推し、推しの誰々ちゃんを推してますとかいうのと同じ気持ちです。すごいね、アメミヤ監督推してます。推してる、はい。そっか、握手会いつですかって言って。握手会行きましたからね。握手会、はい、サイン会でしょ。サイン会、まあサイン会ですね。アメミヤ監督はね、でもね、もう素晴らしいんですよ、本当に。あの対応とか、はい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 、反対、あのファンサービスっていうんですかね、ファンサービスしてもらってるんですけど、こうなんか常にこのガロファンの方と SNS とかでコミュニケーションも取ってるし、こうなんかリプとかもね、まあ、タイミング良かったりすると返してくれることも、ね、あったりしてね、素晴らしいんですよ。お、頑張ってる、頑張ってる。うまい、ザンバ剣バッチリ見ましたよ。あ、出てる出てる、すごいね。ちゃんとラッシュものにしてますね。やっぱ初回 50% でね、はい、ダメだとこうなる、で入るとああなるっていう。両方ともこうね、進んでますよ、進んでますよ。人の代で。年明け号ですかこれ。そうそうそう、年明け号です。しみったれてる場合じゃないですよ。あのめでたいですからね。そうそうそう、正月は。さあシルビーさん、はい、今実戦開始1時間、まあ、ちょっと過ぎたと。そうですね、いうところで、はい、いや、さすがナイスチョイス。お、今、ざっくり6万発ぐらいですかね。わあ、めっちゃいいペースですね。やっぱ無双コーナーもあるし、てか結構強めのミドルをいっぱい置いてますもんね。うん、そうね。いやー、さすがです。あ、よかったよかった、これなら今回もいけそうだな。そうですね、はい、無双はもう万発超えが2台、うん、あ、さすが、さすがだね。いや、頼もしい、やっぱり。あ、だっただった、おい、ジャックで、ジャックで。いや、分かりませんよ。確かに初回当ててますもんね、はい、バイノスで。
券じゃん。ガラケー出て、待って外したぞ。10日いいね、10日来たよ。よく翼出てる。ってことはこれ途中でガロ SP 貼ってってことですかね。あー普通の月色赤以上で泣いた。こうなるとちょっと厳しいんだよね。私の耳で投げてこっちだ、こっちだ。さあ実践時間ですね、残り1時間半ぐらいですかね、はい、もうね結構実践終了迫ってきてるんですけれども、はい、今の現在の状況ですねお知らせしたいと思います、はい、などですね、まあ、北斗無双コーナーですね、はい、これ1万5000発オーバー、はい、4台出てますよと。あーやっぱすごいね、すごい、やっぱね、うん、期待してましたからね、無双だったらやってくれるだろうと。うん、なん2万発とかもねあったしね、2万発もあった、うん、やっぱすごいよね。そうそうそう、すごいよ。でね、このシンガロのコーナーもですね、はいはい、私の隣の隣かな、はいはい、俺もね2万5000発持ち帰ってる台あるんですよ、ね、一撃18で一撃18連ってすごいですよね。すごいよね。それやりたいんだよ私も。いかんせん、なんだい今いくつだいハマりが。今ね617ですね。ギリ実践内に届くかなっていうところで、もうそうなんですよ、ね、ちょっと U タイムを優先してもらう形で、はい、はい、まあでもそう、どうですか、結構ねいい感じだと思うんですよ。はい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 、もう間もなくじゃないですか。てかもうなんかね届くんじゃないのっていう、結構ね手応え感じてますよ。はい、さあ緑掘り、もう騙されない。あれ7緑ホールです。おい、オープニング、いやこれこれ決めましょうね。いやオープニングも白はデフォなんですけどね。え？オープニング来てます。え？大丈夫大丈夫です。 SC、 SC あたりあとあと 110あと110か。これでね、インサート、まあまあまあ、ここから後半にも入ると熱いですね。PFOG も行かなかったな。で、そうだね。お絵描きも赤にランクアップと。あ、応援してる、めっちゃ応援してる。さあ。から暁こい、おー来た暁、めっちゃかっこいい、これ超かっこいいよ。ただ図柄が気になるな、シルバーね。いや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 、はい、いいよ、はいはい、攻撃赤今のとこ完璧です。最後フェードか。当たっても全然ここからあの ST に図柄昇格する演出あるんで、当たってもいいよ。よし、ちょっと早めに当たりましたね、ニュータイムの手前で。まだここで喜んではダメですよね。そうですね、この状況は、うん、ここからここから、ここよ
念じてください、念じてください、お願いします、念じてください。よし、よかったライブの L よかった